音楽の代表的な作品、荒城の月、滝廉太郎です。松井塾です。はい。さすがに1時間ぐらいぶっ通してちょっとやってるとさすがにちょっと疲れてたんですが、滝廉太郎という形になりますね。滝廉太郎、題名が荒城の月ですね。春頃の花の縁がですね。はい。荒城の月っていうのは、荒れた城の月ということなんで、荒れた城、つまりお城がなくなってしまいましたよと。お城がなくなってしまった状態の月を見てどういう風な音楽になりますかという形になります。で、なんでこの時代の滝廉太郎っていうのがすごいかっていう話になるんですけど、音楽っていうのがそもそも日本にはないんですね。日本にはないという状態になってるんです。ところがヨーロッパ、まあ、そもそもオルガンとかああいう要するに、演奏するっていうのはヨーロッパなんですね。で、そこに歌詞をつけて歌を歌うなんていう文化っていうのはそもそもないんだけれども、日本人で初めて日本人で初めて、滝廉太郎っていう人が、要するに音楽っていうのを取り入れることになりましたよ、というふうな形になるわけなんですね。だから、この滝廉太郎のこの荒城の月っていうのが、どん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 行くようになりましたよ。どんどん行くようになりましたけど、これが今有名になってますよ、ということですね。まあ、音楽の時間とかでもこういうのは、習うと思いますんで、これについてはしっかりと見ておきましょう。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。